そんな中で、リサンチアもう今もツアー回り回って。<laughs> えー、よくも、まあさ、あなたこんなに九、九月三十から十二月十。ツーデイズ系バンバンありますね。そうですね。連続で結構やってます。中でも、うん、あのー。 まあツアーとしては四年ぶりなんですよ。ホール、ツアーとしては四年ぶりで。で十九公演回れることってなかなかないかったので。なんかこうエンジンがかかってきて、ツーテイズやるから、なんかこうペースをつかめるみたいなところまで。来てます。ええ、でも、ええ、で、感動。すげえな。なんか奥様、二社連続やらないと、なんか、なんか、出ない。そう、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 そう。二日やるって感覚、こうちょうど良くなってきた。そうです、そうです。 行ったんでしょ、えー、いや僕生かして初日に名古屋の全部使ってたことないですかっていうぐらいパワフルで <laughs> いやでも名古屋すごかったよね名古屋すごかったでっす声量もす<分>声出しも解禁されたっていうこともあってあ あの名古屋とかあの福岡とかも最初こう割とこう序盤の方って静かなイメージでうん、うん、まだいいいのかななみたそそうですそうでです、す。チームにもあの今日はきっと最初から静かだからこうみんなのこう火をつけていくような気持ちでこう試みてくださいみたいなことをこう最初のこうエンジンを組みながら言うんですよ。なんだけど1曲目始まった時から「あれ今日東京かな?」ぐらい。 あるかなっていうぐらいもう熱がもうすごくて、うん、名古屋は本当に割れるかと思いました体もうついていけないんじゃないのやっぱり常に調整してるのそうですね。どれぐらいやってるの1週間のうちまずルーティンで言ってはその運動はどういうルーティン運動ですか、うん、あの土日にライブするじゃないですかで、火曜日と金曜日にピラティス行ってて行ける時は真ん中にキック入れてます。キック 天のスケジュールよ。<laughs> <laughs> 試合した後もちゃんと2日後にはもうまた練習に入ってるっていうね <laughs> う <ーん S 1> 一回休んじゃうとこうまたそこにこうたどり着くのに体が「え私今休んでるんですけど」みたいなモードになっちゃうので大変なんですけどこうそのルーティンができていると。 なんかずっと走ってるみたいな。すごいね。なるほどなるほど。リサさんはだって一人で全部歌ってわやってから。歌ってからババババ。あこれあこれうわあ。もうさ。いやでもマジでそれでした。マジでそれでした。ずっとチーターが百え九十キロ百二十キロキープしてるみたいな。途中さちょっとやばいな。これも今日倒れるなって思う日なんかひもう日々でしょ。日々です。日々ですよ。 ね、はい、どうすんのやっぱこう一つのショーの中であの自分の中のペース配分はもちろんしてますパワーをフルパワーでこう飛ばすだけが100じゃないというか<ー>なるほどなるほどすごいこと言ってるねあのいやったよもう今日はし出したああお邪魔します吉沢先,先生やってまいりましたどうもどうもじゃ金髪だね そう初めて本発にしました。というわけで吉さんす。しお願いまごめんほんと俺個人的なんだけど今この2人のツーショットを今もう一度泣きそうなんだよね。いや僕がここ10年ぐらいでラジオとかやっててねゲストに来られた方でどっぷりハマってしまったもうまさにツートップです2人の面識どうなんですか 音楽番組でご一緒させていただいたことがあって、うん、あの s a さんが隣の席に座られてたんですけど、うん、めちゃめちゃ優しくしてくださってすごい緊張してたんですけどいえいえ声かけてくださったりとか、ね、と小坂さんのお話も吉田さんがゲスト来るときにめちゃくちゃ話しますもんね。ねそでですすすごいするんですよ本当ですかれれぞれ はい、僕は今の話を、ジャッにすごい。そう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 。そう、すごくす。は吉澤さんの話を、その私がお邪魔したときに、すごくしてくださるので、本当に好きなんだなって。思ってました。で、あの別で番組にご一緒したときに。本なやっての、絶対。私こそです。やっぱ、ここの才能、日本の宝にしなきゃいけないっていう二人なんですよ。私は本当に天才が。 現れたってあの小坂さんがすごい熱弁していたのを聞いていて、うんうん、吉澤さんの楽曲を拝聴して、はい、やっぱ私歌詞がとても好きで歌詞とこの歌声が一緒になった時に、はい、もうメロディーが物語のようにいろんな景色を見せてくれるいろんな吉澤さんのあなんかそういう部分もあるんですねみたいなゾクゾクする。<laughs> へぇー大好きです。やめ二人が褒め合ってるの超気持ちいい大好き田村は、初めましてです。初めましてです。でも、同い年なんで、親近感はありますけどね。なかなか、この業界あんまり同い年いなくて。確かに。あそうですか。そうなんですよ。馬年ですよね。馬年。それはそうですね、同い年。そうです同い年。でい年と違ったら。違い年ですよ、これ。天秤座です、天秤座です。 あ、二語だですあ。違いました違いました違いいまし, <laughs> いまし、ね、2014年メジャーデビューということで、うん、来年デビュー10周年。はいありがとうございます。楽曲はもちろん須賀まで掘っていきたいと思います。はい。聞いてみてこうのこ残ってる楽曲ってなんか。 どういうのがありますか私はもう残ってるも大好きですし残ってるはもう本当にすごい、はい、女優も好き女優もいいねあと刺繍も好きああー、はい、嬉しいこのエロさとしとしとしてる感じが大好きでエロさ好きだもんねはい <laughs> いや、レザンチはやっぱセクシーじゃないですか、はい、うんでも <laughs> 残ってる褒め言葉としてはいここまであ,あからさまにエロい曲って少ないんですよ、うん、でも エロくないんです。これ詩ですよね。私がすごく好きなのは、行かないで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 なんですよ。行かないで。4つ来る。そう。なんか朝帰りの、そのこうどんどんこう時間が経って、その香りだったりとか温度がなくなっちゃう、行かないでみたいな。もうあそこでもう、行かないってなる。行かない行く方の立場で聞いてるの行かないで、行かない、行かないって。 男の子で。<laughs> そっっちだた分かりますあの、はい、お頭から改札はよそよそしい顔でっていう、はい、この一文が改札は人間じゃないので、うん、よそしか顔しないと、はいはい、でも改札っていう全体を一個の仕事捉えてッコで閉じりでよそよそしい顔っていうふうにしてるっていうのがであの浮かれたワンピースが眩しいってどこから作り始めたんですか そうですね「残ってる」は知り合いがこの前いかにも朝帰りっぽい女の子を見たんだよねって話をしていて知り合い、はいいがはどういう会話が始まるの <laughs> そんな話急にする <laughs> それで、うん、どうして朝帰りだと思ったかっていうとこうその日急に夏から秋に移り変わる日でこう冷え込んだ日だったんですけどその日 女の人だけ薄着だったみたいであれは朝帰りだなって話をしてたのを聞いてなんかその子の曲を書きたいなと思って<ー>それからは朝帰り気分でいろんなところずっと歩き回って朝帰り気分で、はい、<laughs> 朝帰りしたわけじゃなく <laughs> いつでも朝帰り気分で街を歩いて。 卸が上がってるとか増加のひまわりが銀行の前にあったりとかなんかそんなの集めてだからんかしってることがね小説とか脚本書く人の話なんですよで小説と脚本って文字数がたくさんあるけど歌ってやっぱ文字数少ないから、はい、引き算がだから本当に僕はもう天才的だなと思いこう、はい、いうことありましたかありさっ頃あったかな耳に残ってるんですよざらざらした声が。 ザラザラした声でもね、前ね、うん、番組の中で、うん、僕すごい印象のこと、まあ当時だから六年ぐらい前かもしれないけど宇宙、はい、さんはどういう思いで曲を作るんですか、はい、何が目当てで曲を作ってるんですかって話をしたんです宇宙さんは一言ね、受けたいっつったんですよ <laughs> その当時なんかでも、どんな曲でもそういう受けたいというか滑稽さみたいなのは、うん 入れたいなと思ってて自分だけが知ってるカッコ悪い部分とか、うん、そういうのを入れたいなってなんか聞いてる人の恥ずかしい気持ちとか情けない気持ちを体現したいっていうのはあります、うん、なんでなんでしょうねと思いますね<ー>でも私は音楽を聴くときそういう気持ちで聴くかも<ー><う>自分のその誰にも話せないところを音楽で表現してくれている、はい 友達のような、あなるほど人前では格好つけたりとかその自分として存在していなくちゃいけないけど、うん、音楽を聴いてる時だけはだからなんか,からこう人のそういう,こう言葉を見ると私そういう映画も大好きで。 それに対して安心するといいいうか自分だだけじゃないんだななんみたいなその滑稽さを人の滑稽さに触れた時に。場合にいつもあの曲線でとかって言うじゃないですか、はい、曲をまず聴くんだみたいな。はい、その時に曲がパンと聴いた瞬間に何かストーリーが浮かぶのか場面が浮かぶのか人間が浮かぶのか。二か2つあって、うん、1>, 1つは、えー、とミュージックビデオのように、はい、その物語が浮かぶ場合もあるし。う もう一つは自分が歌っている姿で何を歌っていたいか何を言っていたいかみたいな二通りありますこの言葉を歌いたいとかすごい俯瞰なんですね確かにエシャさんすっげー主観ですもんねそうですねもう主人公の一,人一人芝居並みの一人芝居ですねそうですね,ねその主人公の味方一番の味方でいたいっていう気持ちが、うん すごくあるんです、ね。そのなんか残ってるの朝帰りのお姉さんちょっと呼んであげたいですね。残ってるできましたよあなたの朝帰りのブレっ一パーぐらいあげたいよね <laughs> お金。<laughs> すごいね,ですねそのほかにも、はい、例えばあの刺繍,刺繍。刺繍嬉しいです。体に刺すんです。<ー>印を刺します。はい。はい